球を大事にするアースデー、いろんなインフルエンサーや企業アカウントなどが記念日にかこつけて環境保護アピールを開始、矢印 MLB うちにもうこんな選手いるんだけどどうする？にちゃー、好きあらばたに。少年野球から当たり前に教わることだよね。マジレスするとアメリカでは異様な光景なんや。ゴミを拾っただけで野球界の顔として売り出される男。大谷に拾われたい。正しいイケメンに限る。何回見あるんですかね。トラウトも真似てるが、時々ポケットに入れたつもりになって落ちてる時あって可愛いんだよ。トラウトも拾いたいんだな。運をゴミなんかに足を取られて怪我でもしたらバカらしいからな。壊れたファスナーはボイで。勝利は拾えなかったね。 MLB 公式よく拾うシーン集めたな。アースデーにはいいアイコンだわね。逆に MLB はよくもまああんなにベンチ怪我せるよなって思うが、大谷翔平で全員が気持ちよくなってるからええんやない。ゴミ拾いって他のメジャーの投手はしてるんかな。大谷がしてるところがピックアップされてるだけなのか気になるわ。エンゼルスだけではなく地球も守る。大谷選手のゴミを拾う理由に込められた人生哲学が素敵です。他人がポイって捨てた運を拾っているんです。拾わずに通り過ぎようとするとゴミからお前それでいいのかと呼ばれてるような気がする。人として普通に素晴らしい。できる男とはこのことか。どうせ拾ったの1回だけだろと思って実際の動画を見たらめちゃくちゃ拾ってて何も言えねえ。大谷選手の優しさと気遣いあふれる動画、これ真似しようと思ってもなかなかできんよ。地球のためにみたいな大げさな話ではなく、自分たちが使う場所をきれいにしておきたいとか、仕事に集中するために邪魔なものを取り除くみたいな単純な話。ホッケの裏地がこんにちはしちゃってるのもラグリー。